1, 2, 1, 2, 3. はい、1バンド目、サラダバーというバンドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、サラダバーです。お願いします。お願いします。はい、サラダバーです。やっぱ審査員の方々はね、多分今日全バンドを初めて見るので、名前言ったもん勝ちなんで、もう覚えてもらったもん勝ちなんで、サラダバーです。お願いします。サラダバーです。あの、サラダバーです。カタカナのサに、カタカナのラに、ラー全員分かってる。全員分かってるかと。すいません、バカにはしてないです。はい、なんか最初の MC でなんか僕たちは和やかにするバンドみたいな言っていただきたんですけども、ね、和やかそうな顔がね、そうですね、光で全然見えない。誰の表情もわかんないっていう感じなんですけども、ああ、どうす、はい、ありがとうございます。ああ、和やかですね。ありがとうございます。和やかみがすごい。そんな感じで、はい、私はサラダバーの説明をじゃあ、トモヒロ君お願いします。はい、はい、あのサラダバー、展開地の説明でもいいですか。はいよ。はい、まあ、展開地武道会ということで、まあ、先ほどもね、説明あったと思うんですけど、まあ、静岡のナンバーバンドを決めるということで、トップバッターね、我々ちょっと和やかな雰囲気にして、ね、今日はね、盛り上げたいと思いますので、あの豪華なゲストさんもね、いらっしゃってるんで、皆さん、一日楽しんでいきましょう。はい、ということでね、はい。はい、考えとったやろ、お前。ガチガチに固めんだよ、お前。めっちゃ考えたよ、今。
1曲目はハローエスペシャリーというスキマスイッチさんの曲を歌わせていただきました。で、早速ですが2曲目の方に入りたいと思います。2曲目も多分きっとみんな知ってる。そうですね、はい、で、このリードの香織ちゃんって言うんですけど、香織ちゃんです。香織ちゃんです。サラダバー覚えてなくても香織だけ。サラダバー覚えてもらったがちょっと可愛い曲をね、歌うのでぜひぜひ楽しんでいただきたいなと思います。お願いします。いいですか、はい、思い残すことないですか、もう一バンド目からないな、はい、ないです。じゃあ、ましょう。最後の曲聴いてください。西野カナでダーリン。テンデレレレテテテレテテンデレレレテテテレレダーリンレダーリン、またテレビつけたままでつやつや、どんな夢見てるの。ありがとうございました。